幸せな老後、残酷な老後を左右するのは、 ボケ、すなわち脳の老化である。ボケや脳の老化から人生の質を守るために精一杯できることをお伝えしていこう。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルの竹見です。今回は精神科医、和田秀樹先生が書かれたボケの壁をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけましたら、概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。 本日のお品書きは次の通りです。一言で、50歳以降は認知症やボケよりも恐ろしい、心の癌に注意せよということについて、二言で、老化を根本から撃退、認知症と老人性うつにならない、最高の習慣5選について解説していきたいと思います。それでは早速一言の 50歳以降は認知症やボケより恐ろしい心の癌に注意せよということから解説をスタートしていきます。さてこれを聞いている皆さんはいつまでも健康に長生きしたいと思っていることでしょう。そしてできることならば幸せで優雅な老後を送りたいと思っていることでしょう。 もしあなたがそのように思っているのなら、ボケ、すなわち脳の老化から自分自身を守るということが絶対に必要であります。このように言うと、いやいや、ボケや脳の老化なんてまだまだ先の話であり、自分には関係ないよなどと思っている人結構いらっしゃると思いますが、それは大きな大きな誤解であるということを、まずはじめに指摘しておきたいです。脳の老化は、 40代ぐらいからじわじわと水面下で進行していると言われておりますし、高齢者だけでなく若年層からでも罹患する可能性のある若年性認知症になってしまうケースだってあります。また、 皆さんの両親やご家族、あるいは近しい人がボケてしまったり、認知症になってしまうというケースも多いんです。その時のためにも、ボケや認知症に関する知識は、絶対に身につけておくべきであると言えるんです。ボケや脳の老化というのは、すべての人が真剣に考えなければいけない、極めて重要なテーマであり、すべての人が真剣に向き合っていかなければいけないものなんです。そして、まず皆さんに知っておいて、 いただきたいのが、そもそも何が原因で、私たちはボケてしまったりとか、脳の老化が起こってしまうのかということなんです。著者は本書の中で、ボケ、すなわち脳の老化の2大原因は、次の2つであると述べています。ボケ、すなわち脳の老化の2大原因。1、認知症。2、 老人性うつ。さて、どうでしょうかボケたくないとか、脳の老化を防ぎたいと思うのであれば、この認知症と老人性うつという二つに関する知識を、絶対に私たちは身につける必要があるんです。この二つの大きな原因に対処することが、ボケや脳の老化に対処するために、 最も大切と言えるんです。では、それぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきます。まずは、ボケすなわち脳の老化の2大原因の一つ目、認知症から解説をスタートしていきます。さて、日本は大変な状況に今なっているということを皆さんは知っていたでしょうか長年、高齢者の精神医療に携わってきた和田先生も、ここまで増えるとは思わなかったと言います。何が増えて いるのかというとうそれは認知症患者の数であります。我が国の認知症患者の数がついに1000万人の大台に乗ろうとしているんです。厚生労働省が発表しているデータによると2025年、認知症患者は730万人になると予測されております。そしてこれに MCI と呼ばれる 軽度の認知障害も含めると1000万台の大台を超えてしまうということがほぼ確実になったんです。なお、MCI と呼ばれる軽度認知障害の60%は3年以内に認知症を発症するとされているんです。さらに、 認知症とともに、高齢者の脳の大きな敵である、老人性うつ傾向の人は、抑うつ気分の人も含めると、300万人はいると著者は見ています。高齢者の人数は、 3640万人ですから、高齢者の脳はかなりの確率で、この2つの病気のいずれか、あるいは両方に見舞われることになるんです。著者は、70歳以降の人生の質は、この2つの脳の病をどのように防ぎ、どのように乗り切るかにかかっていると言います。この2つの脳の病を防いで、脳の健康を保つことが、80歳の壁を乗り越えるための核心部分であります。これが、 本書の結論というか、本書の中で最も重要な主張になります。というわけでまずは、ボケの2大原因の一つである認知症から詳しく解説していきたいんですが、そもそも多くの人が、 認知症という病気を誤解しております。ですからまずは認知症に関する皆さんの誤解を解いていきましょう。まずよくある誤解は認知症になってしまうと何もかもできなくなるという思い込みであります。認知症になると 終わりだと思っている人も多いかもしれませんが、結論から言うと、認知症になったとしても、何もかもできなくなるというわけではないんです。認知症というのは、何もかもできなくなる病気ではなくて、少なくとも、認知症初期は、一言で言うと、記憶できなくなる病気です。認知症の初期は、新しいことを覚えられなくなり、認知症中期以降は、これまで覚えていたことを忘れていくんです。 ですが、記憶力は衰えてしまうんですが、認知症の初期、中期の前半あたりまでは、判断力や思考力といった知能は正常に保たれているんです。ですから、認知症と診断されたとしても、普通に暮らしていける人は結構いるんです。実際。 認知症患者さんには一人暮らしを続けている人が大勢いるそうです。これはちょっと皆さん意外だったかもしれませんね。中には認知症になって人間関係がむしろ良くなったというケースもあるそうです。 実際、認知症を発症してから性格が良くなったと言われる人が大勢いるそうです。例えば、社会的地位が高く、健康な頃は、威張り散らしていた人が、認知症になると、性格が穏やかになるケースがあります。腰も低くなり、愛想も良くなって、人間関係が逆にうまくいくというケースがあるんです。ですから、認知症になったり、ボケたらもう終わりだ。世界の終わりだ。何もできない。自分の人生を、 すすることとがででききななないというのは大きな誤解なんです先ほど、ちらっと認知症を発症してから性格が穏やかになるケースがあると言いましたが、多くの人は認知症というのは暴れたり、わけのわからないことを叫んだりする病気であるという誤解も持っています。ですが、 実際のところ、認知症は暴れるのではなく、むしろ大人しくなる病気であると著者は言います。つまり、認知症は暴力的な行動や変な言動など何かをする病気ではなくて、次第に何もしなくなる。 あるいは、できなくなるという病気なんです。また、認知症というと、徘徊するというイメージを持っている人もおりますが、徘徊する人は、ほんの一握りに過ぎませんので、それも大きな誤解であると言えます。また、多くの人は、認知症というものは、 急速に進行する病気であるという誤解も持っております。認知症というと、1年ぐらいのうちに急速に進行して、家族の顔もわからなくなってしまうというイメージを持っている人多いかもしれませんが、それはね、映画やドラマの影響に過ぎないと著者は指摘しているんです。例えば、 明日の記憶や私の頭の中の消しゴムといった映画では短期的に認知症の症状が進行するように書かれておりますが実際のところ認知症は映画のように劇的には進まないんです多くの場合は発症後ゆっくりと進行することになりますそもそも 大人の脳は認知症を発症する遥か前、30代にはもう萎縮し始め、認知機能の低下も40代にはすでに始まっているんです。さらに、 認知症の原因となる悪玉タンパク質の蓄積も40代には開始していると言われています。例えば、認知症の約60%を占めるアルツハイマー型認知症の場合、その原因物質とされるアミロイドベータというタンパク質の蓄積は発症の20年前にはもう始まっているケースが多いということがわかっています。ですので、 アルツハイマーだと診断されたのが、たとえ70代であっても、アミロイドベータの蓄積は50代ということになるんです。このように、認知症というのは非常に息の長い病気なんです。この長い間、本人にも家族にも、医師にも打つ手は多数あります。未だに認知症と診断されると、もう人生おしまいと思い込む人が少なくありませんが、それは大きな誤解なんです。さて、どうでしょうか ここまで認知症にまつわる3つの誤解を解いてきました。もう一度復習しておくと。 認知症になると何もかもできなくなるというのは誤解なんだよと。そして認知症は暴れたりわけのわからないことを叫んだりする病気というのも誤解なんだよと。そして認知症は急速に進行する病気であるというのも誤解だよということでした。また悲しい話ですが現在の医療では認知症を根本的に治療することができません。ですが認知症というのはゆっくりじわじわと進行する病気ですからその間に いいろろなな手をを打ち発症を遅らせることは可能なんです例えば、軽度認知障害、すなわち MCI の間ならば、食事、運動、生活習慣の改善の三本柱で、認知症の本格的な発症を食い止められるということが、世界中の様々な研究調査によって明らかになっているんです。 軽度認知障害は物忘れが目立つようになっているものの、まだ生活には支障が出ていないので、認知症とは診断されないグレーゾーンのことであります。この状態からでも、しっかりと改善策を打つことによって、認知症の本格的な発症を食い止められる、まだ間に合うというのは嬉しいお知らせですよね。具体的な認知症の予防策や改善策については、二限でしっかりとまとめていきますので、楽しみにしておいてください。 さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の認知症についての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次、ボケ、すなわち脳の老化の2大原因の2つ目、老人性うつについて解説していきたいと思います。さて、お次は、 老人性うつというものについて解説していきたいんですが、そもそも皆さんはこの老人性うつというものを知っていたでしょうか認知症という病気はかなり有名ですから知っていた方も多かったかもしれませんが、老人性うつに関してはまだまだ知らない人が多いというのが現実でしょう。 しかし著者は認知症よりも本当に恐ろしいのはこの老人性うつであると言います。年をとっても認知症だけにはなりたくないと思っている人がたくさんいますが、著者のような精神科医の目から見ると認知症以上に不幸なことはこの老人性うつにかかってしまうことだと言います。年をとってからうつ病にかかってしまい何もしない暗い老人として一生を終えるのは 人生最大級の悲劇であると思います。晩年の日々を楽しく穏やかに過ごせるかどうかは、うつを防げるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。体のケアはもちろん重要ですが、 心のケアも忘れないようにしてほしいと思います。ですので、年をとってきて心の不調を感じたのならば、ためらうことなく医者に行くことをお勧めすると著者は言います。うつ病は心の風邪なんて言われることがありますが、うつ病は決して風邪ではありません。それは、うつ病が自殺という死に至る病気であるからです。風邪で死ぬことはほとんどありませんが、うつ病で死ぬことはたくさんあるんです。著者は むしろうつ病は風邪ではなく心の癌と言った方が正しいと言いますでは今の日本にうつ病患者はどれぐらいいるのでしょうか厚生労働省のデータでは約120万人とされていますがこれはあくまでも 医者にかかっている人の数です。うつ病の人の全員が全員、ちゃんと病院に行くわけではありませんから、実際はそんなものではないでしょう。国際的に、うつ病の有病率は3から5%と言われておりますので、日本の人口に当てはめて考えてみると、患者数は400から600万人くらいという計算になります。その他、 うつ病とまではいかなくとも、欲うつ気分の人まで含めると、著者を含めた多くの専門家が人口の10%近くに上っているだろうと推測しております。そのうち、65歳以上の老人性うつの人数も、現在人口の約30%が高齢者であり、高齢者のうつ病発症率が若い人よりも高いということを考えれば、全患者の3分の1以上が、 高齢者であるということは、ほぼ確実であると著者は言います。 うつ病というと、働き盛りのサラリーマンが仕事などのストレスによってかかるといった風に、比較的若い年齢の人がかかりやすい病気だというイメージを持っていた人が多かったと思います。うつ病は高齢者がかかるイメージあまりなかったかもしれませんが、実際はそんなことはなく、うつ病というのは高齢者ほど注意しなければいけない病気なんです。そして、とりわけ老人性うつは自殺を招きやすいので要注意で あります世界的に見ても、うつ病患者の自殺率は、高齢になるほど上がっていくということが分かっています。こういった悲劇を招かないためにも、老人性うつにできるだけ早く気づき、対処することが重要なポイントとなるでしょう。そして、老人性うつと認知症をしっかり見分けるということも重要になってきます。老人性うつと認知症は、全く違う病気ではありますが、症状には、 結構似通った点があります。そのため、家族が認知症だと思って、高齢者を病院に連れてきたところ、うつ病だったというケースがあると著者は言います。 老人性うつと認知症は初期症状がよく似ています。なんとなく元気がない。一日中ぼーっとしているといった症状が似ていることから、なかなか区別するのが難しいというのが現状なんです。ここで見分けるポイントを簡単にお伝えしておくと、症状がいつから始まったのかと聞かれて、本人や家族がはっきり答えられるようならば、うつ病の可能性が大であります。なぜならば、 認知症というのは、ゆっくりと進行するため、いつから始まったのかが、はっきりしないことが多いんですが、うつ病は、ある時期から急に症状が出るので、いつから始まったのかが、 概ねわかるからであります。要するに、うつ病というのは、短い間に一気に様々な症状が現れる病気です。外出するのが急に億劫になってしまったり、化粧が急に億劫になるなど、様々な症状が、1ヶ月ぐらいの間にまとまって現れるんです。ですから、これを聞いている皆さんの中に、今なんとなく元気がない、気分が落ち込みがちであるとか、すべてがめんどくさく感じるといった症状が、 短期間のうちに一気に現れてきた場合、うつ病を疑うべきだと言えるんです。一方で認知症というのは、ゆっくりと進行しますから、家族の人に聞いても、いつ頃から発症したかよくわからないことがあります。例えば、いつから物忘れが始まりましたかと尋ねても、2年前ぐらいだったかなとか、いやいや、3年前ぐらいだったかなといった曖昧な話になり、本人も家族も、はっきりと答えられないことが多いです。 一方で、うつ病も物忘れを伴うことがありますが、それは突然始まります。また、本人に明確な自覚症状がある時も、うつ病が疑われます。一方、認知症の人は物忘れが多くなっているということに、自分ではあまり気づいていません。また、その他の判断ポイントとしては、食欲や睡眠の状態変化が、うつの大きなシグナルになります。 うつ病では食欲障害と睡眠障害が同時に生じることが多いです。食欲に関しては一般的にうつ病の人は食欲が減ります。そして不眠もうつ病の典型的な症状で寝つきが悪くなる上に夜中に目が覚めてしまうことが多くなります。一方で認知症の場合は食欲は逆に増えるケースが多く、またよく眠りロングスリーパーになる傾向があります。さてどうでしょうか これまで述べてきたような点に注目していただければ、老人性うつなのか、認知症なのかの区別をある程度つけることができます。そして、このような特徴によって、老人性うつを できるだけ早期に発見してあげることが極めて重要なんです。なぜならば、認知症というのは今のところ進行を遅らせることができても完全に治すことはできないんですが、老人性打つならば適切に治療すればかなりの確率で治る病気だからであります。早期に発見し治療を開始すれば抗うつ剤がよく効き90%ぐらいの確率で治ると著者は言います。また、 老人性うつ病は一般的なうつ病より周囲が気づきにくく発見が遅れやすいという特徴もあります。若い頃は見るからに元気がなくなって食欲が落ちて眠れなくなると本人も周囲もあれおかしいなともしかしたら私うつ病かもしれないなといった風に疑うんです。しかし 高齢者の場合は、年を取ると誰もが、多少は若い頃に比べ、元気がなくなっていきますし、食欲もなくなり、よく眠れなくなります。ですから、若い人と同じような症状が現れていても、自分も周囲も、もう年だから仕方がないかなぁと思って、鬱を見逃してしまいやすいんです。そして、本人も周囲も気づかないうちに、症状が進行するということになります。繰り返しますが、 うつ病は早期であればあるほど治療しやすいですから、これまで述べてきたような症状を自覚した時や、親や配偶者にそのような様子が見られる時は、医療機関を訪ねてみるということが重要です。さて、いかがでしたでしょうか ここまで、ボケ、すなわち脳の老化の2大原因である認知症と老人性うつについてかなり詳しく解説してきました。この知識を踏まえて、2限ではいよいよ実践編ということで、認知症や老人性うつを撃退し、 いつまでもボケず、若々しく生き、健康寿命を伸ばす考え方や暮らし方について、深掘りして迫っていきたいと思います。それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。ポイント1、いつまでも健康的に長生きし、幸せな老後を送るための鍵は、ボケ、すなわち脳の老化を防ぐことにある。ボケや脳の老化は、決して他人事でも、高齢者だけの問題でもなく、すべての人が、 ボケや脳の老化について真剣に考え、知識を身につけ、早期から予防していくことが重要である。ポイントにボケ、すなわち脳の老化の2大原因の一つは、認知症である。認知症患者は今後もどんどん増え続けていくので、誰もがきちんと認知症にならないように気をつけることが必要である。認知症に関するよくある3つの誤解は次の通り。 5回1、認知症になると何もかもできなくなる。5回2、認知症は暴れたり、わけのわからないことを叫んだりする病気。5回3、認知症は急速に進行する病気である。認知症というのは、ゆっくりじわじわ進行する病気ですから、その間にいろいろな手を打ち、発症を遅らせることが可能である。ポイント3、 ボケすなわち、脳の老化の二大原因のもう一つは、老人性うつである。認知症より、本当に恐ろしいのは老人性うつである。うつ病は、自殺という死に至る病であるから、心の風邪ではなく、心の癌といった方が正しい。高齢者ほど、うつ病には注意する必要がある。認知症と違って、うつならば、適切に治療すれば、かなりの確率で治るので、早期に発見し、治療を開始することが重要である。 それでは次に2件で、老化を根本から撃退、認知症と老人性うつにならない最高の習慣5選について解説していきたいと思います。さて1件では、OK、すなわち脳の老化の2大原因である認知症と老人性うつについての知識を解説してきました。というわけで2件では、実際にこういったものを防ぐための最高の習慣を皆さんにどんどんご紹介していきたいと思います。2件でご紹介したいのは、具体的に 次の5つになります。廊下を根本から撃退。認知症と老人性うつにならない最高の習慣。1、カレーを食べる。2、何歳になっても遊ぶことを絶対にやめない。3、野菜や草花を育てる。ペットを飼う。4、一人暮らしをする。5、 お金を使って積極的に贅沢をする。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げてサクサクと解説していきたいと思います。それでは早速一つ目の老化を根本から聞きたい認知症と老人性うつにならない最高の習慣カレーを食べるから解説をスタートしていきます。さてこれを聞いている人の中に私実はカレーが嫌いなんですという人はいるでしょうかおそらくほとんどの人がカレーライス大好物ですよね。 ですが、一般的にはカレーライスは血糖値を正常に保つという観点からは避けた方が良いメニューの代表格とされております。とりわけ、 日本のカレーは小麦粉を使っているため白ご飯んの上に小麦粉をかけることになり糖質の取りすぎにつながると言われているわけなんです。しかし著者は認知症予防の観点からはカレーは食べた方が良い食べ物であると述べております。カレーなどに入れるスパイスの一つターメリック、別名ウコンに含まれるクルクミンという成分に認知症の予防効果があるということが分かってきているからです。また 疫学的にはカレーをよく食べるインド人はアメリカ人に比べアルツハイマー型の認知症の発症率がなんと4分の1程度であるということまで分かっているんです。クルクミンは油と一緒に摂取することによって吸収率が高まるためカレーを食べることによって効果的にクルクミンを吸収することができるんです。もちろんね、インド人のようにカレーを毎日食べろとまでは言いませんが中高年になってもカレーを避ける必要 ははないいと著者は言いますもちろん、カレーは糖質が多いということは確かですから、糖質が気になる方は、カレースープにするとか、白米を玄米に置き換えるとか、白米をカリフラワーライスなどの健康的なものに置き換えるとか、小麦粉を使用していない本格的なインドカレーを召し上がっていただくといった工夫を楽しみながら行っていただくと良いでしょう。また、 ターメリックだけでなく、その他のスパイスも非常に体に良いということが分かっておりますので、ぜひご自宅で本格的なスパイスを使ったカレーなどを一度作ってみてはいかがでしょうか。また、カレーだけに限らず様々な料理にターメリックを活用することによって認知症予防に効果があるので、 例えば、野菜炒めにターメリックを入れてみるとか、スープにターメリックを入れてみるなどといった風に、好きあらばターメリックを摂取することができれば、非常によろしいかと思います。ちなみにね、言うまでもなく、私もカレーが大好きなんです。しかし、私は小麦に含まれているグルテンに結構敏感な体質でして、普通の日本のカレーを食べてしまうと、小麦を摂取することになるので、基本的に本格的なインドカレーなどのような、 麦を使っていないスパイスから作るカレーを食べるようにしておりますですが中にはこういった本格的なスパイスカレーはあんまり美味しくないとか辛いの苦手ですといった人もいるかもしれませんそんな方はやはり日本風のカレーを糖質を減らす工夫をしながら食べるというのがよろしいのではないでしょうか またこれは、カレーに限った話ではないんですが、認知症を予防するという観点からすると、よく噛んで食べるということがめちゃくちゃ重要になります。実際に噛むことが、 認知症を予防し、進行を遅らせてくれるということが、数々の研究から明らかになっております。ですから当然のことですが、食べ物というのは、しっかりとよく噛んで、普段から食べるようにしてほしいです。普段からよく噛んで食べないと、どうしても年を取るにつれて、噛む力が衰えてしまいます。そして、噛む力が衰えてしまうと、食事が億劫になってしまったり、肉や生野菜を食べにくくなります。その結果、 タンパク質、ビタミン、ミネラルなどを十分に摂取できなくなり、神経伝達物質であるセロトニンが減少してしまいます。その結果、認知症の発症リスクを高めることにもつながってしまいます。ですから、 特に今、高齢の方は、食事の際に、脳のためにも、よく噛んで食べるようにしましょう。高齢者にとっては、歯は命です。歯をケアするとともに、噛む力が衰えないようにしましょう。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、ここまでで一つ目の、認知症と、老人性うつにならない最高の習慣。 カレーを食べるについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次二つ目の、老化を根本から撃退、認知症と老人性うつにならない最高の習慣、何歳になっても、 遊ぶことを絶対にやめないについて解説していきたいと思います。さてこれを聞いている特に高齢者の方にお聞きしますが皆さんは普段ちゃんと遊んでいるでしょうか実は世の中にはもう年だからと言って遊ぶことをやめてしまう人がいるんです。しかし著者は何歳になってもどんどん遊んでください。 遊ぶことを絶対にやめてはいけないと本書の中で強調しております。アイルランドの劇作家のバーナード首相は次のような言葉を残しております。年を取ったから遊ばなくなるのではない。遊ばなくなるから年を取るのだ。さてどうでしょうかこれ結構納得できる話だと思いませんか皆さん。著者もこの言葉は真理をついていると言います。実際、82歳や83歳あたりでボケ始める人が多いのは 80歳になったからこれまでのゴルフをやめようとか80歳になったからお稽古事をやめようといった風に80歳の壁を前にして心理的に萎縮し遊びをやめてしまう人が多いからであると著者は推測しております。ですから何歳になったらもうこの趣味はやめようなどとかこの遊びはもうそろそろやめ時であるなどと考えるのではなくて続けられる間は体と脳の機能をフルに使ってどんどん 遊び楽ししみ続けていやいや、遊べと言われたって、あまり自分には趣味となるような遊びがないですという人もいるでしょう。そんな人は、ぜひカラオケボックスで思いっきり歌ってみてはいかがでしょうか。カラオケで歌って、外に出るとき入る前よりも元気になった気がするのは決して錯覚ではありません。歌うと息を大きく吸い込む分、脳や全身にたっぷり酸素を送り込め、 活性化することができるんです。元気になったような気がするんじゃなくて、本当に元気になっているというわけです。こういった意味で、カラオケは最も手軽に元気になれる方法です。また、絵を描くという遊びも非常に素晴らしいです。絵を描くと、セロトニンの量が増えて、うつを防げると著者は言います。皆さんもうすうすわかっている通り、絵を描くというのは、 結構頭を使う作業ですよね。ですから脳にとって様々な良い影響がもたらされるというわけなんです。 実際、うつの治療法にも、絵画療法という方法があるくらいで、集中して絵を描くことは嫌な気分やストレスを吐き出す効果もあるんです。これまで絵を描いたことがないという人であっても、もしお時間があるのならば、お絵描きにトライしてみてはいかがでしょうか。絵を習ってみるのも、また面白いかもしれません。また 絵だけでなく、料理もハマれば、最高の遊びとなります。そして、料理というのは、格好の脳トレであります。料理をするためには、メニューと調理手順を考え、味付けや火加減を調節するなど、様々な脳の機能を、ふんだんに働かせる必要があります。手先も使うので、料理というのは、本当に格好の脳のトレーニングになります。ですから、 料理ができる間は、ご自身で料理を続けるということをお勧めいたします。また、 ご自身で料理を作れば健康的な食事をとるということも可能となるでしょう。その結果、ますます健康になれるという素晴らしい好循環がスタートします。これまで料理をしたことはないが、料理をちょっと本格的に趣味や遊びとして始めてみたいと思う人は、料理教室などに通ってみるのも楽しいかと思います。料理教室に通えば、そこに通っている同じような生徒さんと仲良くなることもできるでしょう。人間関係や 人付き合いというのも、老化を防止するためには極めて重要な要素ですから、ぜひ、料理教室に通って、料理仲間を作ってみてはいかがでしょうか。また、生のエンタメやスポーツを見学するという遊びも非常に素晴らしいです。映画。 演劇、お笑いスポーツなどを見学すると、ボケは遠のいていくと著者は言います。エンターテインメントに触れるという非日常的な体験が脳に素晴らしい刺激を与えてくれるんです。ですので、映画を見るときは、脳のためには、テレビで旧作を見るよりも、映画館で新作を見るというのがおすすめです。また、大好きな歌手のコンサートに行ったり、大好きなお笑い芸人のお笑いライブを見に行ったりと、生で何かを鑑賞すると、 というのは非常に良い遊びとなります他にも様々な遊びが世の中には存在しております何歳になっても積極的に遊び続けることによってボケや認知症を遠ざけ老化を遅らせることができるのでぜひ何歳になっても少年や少女のように遊び心を忘れないでほしいと思いますさていかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の認知症と老人性鬱にならない最高の習慣何歳になっても遊ぶ ことを絶対にやめないについての解説を終わりにし次に行きますそれでは次三つ目の認知症と老人性鬱にならない最高の習慣野菜や草花を育てるペットを飼うについて解説していきたいと思いますさて先ほどの遊ぶということにも関連した話ですが野菜や草花を育てたりペットを飼うということも私たちに非常に大きなメリットをもたらしてくれますまずは野菜や草花を育てるということから解説して いきまます庭庭やや家菜菜園などで野菜や草花を育ててることによって、ま、ず私たちは日の光を浴びることになります私のチャンネルでは普段からしっかりと日の光を浴びることの重要性を強調しております。1日15分から30分程度は少なくとも浴びていただきたいと思います。日の光を浴びることによって脳内のセロトニンの分泌量が増え、うつを遠ざけ、私たちは元気になることができます。また、 農業とか何かの植物を育てるというのは非常に頭を使う作業であります。自然相手の仕事だけに想定外のことが起き、それらが 前頭葉を働かせることにつながるんです。さらに植物や草花には私たちをリラックスさせてくれるという強力なパワーがあります。実際に医療、介護施設でも最近は草花の癒し効果が注目されていてフラワーセラピーという両方があるくらいなんです。太古の昔私たちは自然の中で暮らしておりました。ですから私たちには自然を愛するという本能が埋め込まれているんです。実際に自然に触れる ことによってストレスが和らいだり 自律神経が整ったり、睡眠の質がアップしたり、疲れが取れたり、メンタルが健康になったりと、本当に様々な健康効果が膨大な研究によって示されております。ですから、庭や家庭菜園などで野菜や草花を育てるというのはシンプルながら本当に素晴らしい習慣なんです。まずはベランダで簡単に育てることのできる植物や花などを育ててみてはいかがでしょうか。やってみればわかりますが、本当にリラックス でできみみるるるる健康ににになっていけるといけけととうこすすぐに気づけるはずでありますそして、植物や草花に加えて、ペットを飼うということも、心や体に非常に大きなポジティブな影響を与えてくれます。著者の臨床経験から言っても、ケアマネージャーからの報告を聞いていても、 ペットを飼っている高齢者には元気で精神的に安定している人が多いようです。動物に話しかけたり、その体温を肌で感じたりすることが孤独感や 疎外感を薄めてくれるのでしょう。さらに、動物に触れることによって、オキシトシンという幸せホルモンが分泌されるということも分かっています。ペットに触れると、なんだかとても癒されますよね。それは、オキシトシンの効果だったんです。とりわけ、配偶者などの近しい人を亡くして、孤独になってしまった時は、ペットがその喪失感をかなり埋めてくれるようです。また、 犬などを飼っている人は散歩に連れて行く必要があるため散歩イコール簡単な有酸素運動が日課になるというメリットもあるんです。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで3つ目の認知症と老人生物にならない最高の習慣野菜や草花を育てるペットを飼うについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次4つ目の 老化を根本から撃退、認知症と老人性うつにならない最高の習慣、一人暮らしをするについて解説していきます。さて著者は意外にも一人暮らしの方が認知症は悪化しないと言います。実際に地方には明らかに認知症の症状が出ているにもかかわらず、一人で元気に暮らしているお年寄りが大勢いるそうです。一人暮らしで家族に頼ることなく自分の頭と体を使って生きるということが認知症の 進行を遅らせているんです一人暮らしというと、なんだか世間的には悪いイメージがあるかもしれませんが、一人暮らしのメリットは意外にも大きいんです。脳の老化を遅らせたいと思うのであれば、脳を普段からしっかりと使ってあげる必要があります。体の老化を遅らせたいと思うのならば、普段から自分の足で歩き回って、積極的に体を動かす必要があります。そういった意味で一人暮らしというのは、自分の頭で考え、 自分の体で動く必要があるから、廊下や認知症を遅らせてくれるというわけなんです。たとえ、一人暮らしであったとしても、近くに家族などが住んでいれば、いざという時には頼ることもできますので、そんなに心配もいらないでしょう。さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで四つ目の、認知症と老人性移りにならない最高の習慣、一人暮らしをするについての解説を終わりにし、次に行きます。それではラスト、廊下を根本から 撃退認知症と老人性うつにならない最高の習慣の5つ目お金を使って定期的に贅沢をするについて解説していきたいと思いますさて著者は お金を使って贅沢をすることも脳を使うので非常に良いと言います。日本人というのはお金を使って贅沢をすることに抵抗を覚える人も多いんですが、実はお金を使うには頭をしっかりと働かせる必要があります。予算内で最大の満足を得るためには脳の様々な部位を働かせてあれこれ考える必要があるからです。お金を使うということは企画力や 計画力が問われるアウトプットの行為であると言っても良いでしょう。また、お金を使うと、店員にお世辞を言われたりして、自己愛や自己肯定感を満たすこともできます。そうした、心地が良いと感じる体験は、体の免疫機能を高め、うつを予防してくれます。 お金を必要以上に溜め込んでいる人も多いかもしれませんが、結局、私たちはお金を墓場まで持っていくことなどできやしないんです。もしあなたがお金をたくさん残して死んだとしたら、そのお金から本来得られたはずの心地よい経験や幸せな感情を得られないまま死んでしまうという非常にもったいないことになります。ですから、時には大人の贅沢をすることによって脳を若返らせてあげましょう。また、 お金を使ってできる贅沢としては旅をするということがあるでしょう。そして旅に出ると脳は間違いなくよく働きます。未知の環境では自然に好奇心が高まり観察力も注意力も働くからであります。自分で計画を立て自分の判断で動かなければいけない旅は想定外の連続になるはずです。そのような経験が前頭葉を活性化させてくれるんです。若い頃、放浪の旅に憧れた人は今からでも 遅くはありません。元気な間に、大人の放浪の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。旅というと、疲れそうだと最初から諦めるんじゃなく、まずは一旦出かけてみて、疲れた時には、さっさと帰ってくれば良いんです。 それでは、二言の内容をこの辺でまとめておきましょう。とても実践的な内容でした。二言では、老化を根本から撃退、認知症と老人性薄にならない最高の習慣を5つご紹介いたしました。1つ目は、カレーを食べる。2つ目は、何歳になっても遊ぶことを絶対にやめない。3つ目は、野菜や草花を育てる。ペットを飼う。4つ目は、一人暮らしをする。5つ目は、お金を使って定期的に贅沢をするという習慣でした。 本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような濃い内容の書籍、そして情報を徹底的にリサーチし配信する新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それでは、さようなら。